はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、投資というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。例えば、あなたは投資をしていますかというふうに聞いたときにですね、はい、私は株を取引しているので投資をしてます。というふうに答える人もいれば、ね、いや、私は株を取引してないので投資はしてません。と いう,ふうに答える人もいるかもしれないですよねもしくは「あなたは投資家ですか?」というふうに聞いた時に「はい私は投資家です」というふうに答える人もいれば「いえ私は投資家ではありません」というふうに答える人もいると思うんですねでそういう答えっていうのはですね投資のこう表面上のイメージを使って答えている可能性が非常に高いわけです。 つまり投資とは何なのかって言ったときに株の取引をしていることを投資というふうにまあ想像している、まあ、そういう場合ですよねしかしそれはですね本当にイメージだけでその投資の本質ではないんですねで投資の本質って何なのかっていうと将来の生産能力を向上させるために現在の資源を投じること もう一回言います。将来の生産能力を向上させるために現在の資源を投じることもう一回だけ言いますね将来の生産能力を向上させるために現在の資源を投じることこれを投資というふうに言いますなので株は関係ないんですね もちろん、株という形を使う場合もあるわけですが、必ずしも株の取引をしている人は投資家であるかどうかっていうのはわからないんですね。つまり、例えば、ね、世の中には、こういう人もいますよね。もうとにかく、一日中、パソコンの画面とにらめっこして、ね、一日単位で株を毎、ね、日、毎日、売り買い、売り買いしている人っていう人たちもいますよね。 まあ、いわゆるこうデイトレーダーと呼ばれている人たちですけど、彼らは投資家ではないんですね。トレーダーなんですよ。つまり取引者なんです。ね、だから取引者という自営業者なんですね。デイトレーダーという言葉が表しているように、ね、彼らは毎日毎日株の取引をやってますが株の、株の取引者であっても投資家ではないんですね。 あの投資家っていうのはね、あの、英語で言うとトレーダーではないんですよ。インベスターなんです。ね。だからトレーダーとインベスターっていうのは違うんですね。つまり、ね、株の取引をやってるかどうかっていうことと、投資をしてるかどうかっていうのは何の関係もないんです。もちろん、株という形を使って投資をしてる人もいます。 それはさっきね、投資の言葉の定義というのを説明しましたけれども、将来の生産能力向上のために現在の資源を投じること、つまり相手の企業の生産能力が今よりも高くなるように、お金という形を使って、株という形を使って、ね、応援してあげること、それが投資なんですよね。 その場合は株という形を使った本当の投資をしているわけです、ね。例えば自分が応援したい企業があるとで。その企業の現在よりも将来もっとね、生産能力を高めてほしいと。そのために自分のお金を株という形を使って投じる。応援してあげる。そういう方考え方でやってるならば、それは確かに株を通じた投資ではあるんですよね。ただ、 その株を通じた投資というのは広い広い投資というもののほんのほんの一部の姿に過ぎず全然ね表面上のことであって本質ではないんですね。本質は将来の生産能力向上のために現在の資源を投じることこれを投資というふうに言っています。そううしたたににに番最初の質問にもう1回戻った時に あなたは投資をしていますかと、ね、でこの質問の意味っていうのはあなたは現あ将来の自分の生産能力が向上するために現在のお金や時間を使っていますかという質問なんですね。でそうした時に、ね「はいと」と、ね、私は将来の自分のために 将来の自分の生産能力が今よりも向上するために自分のお金と時間を使ってますということであれば、それは株の取引をしてるしてないのは何の関係もなくね、間違いなく投資をしてるわけですよ。ね。で、もしくはね、あなたは投資家ですかっていうふうに聞かれたときに、 はいというふうに答えられる人っていうのは、ね、自分の将来の生産能力が向上するために現在のお金と時間を使ってるということであれば投資家なんですよね。ということを、ね、しっかりと理解するということが大切であり私たちは基本的に全ての人が投資家なんですよね。 投資家であるというイメージを持っているということが非常に大事なんです。もしこの投資家であるというねあのイメージ、セルフイメージを持ってないとね、ね時間とかお金をね消費してしまうんですよ。ね無駄遣いしてしまうんです。つまり将来の 自分の生産能力を高めることと関係のないお金の使い方とか時間の使い方をしてしまうんですね。もしセルフイメージとして投資家という、ね、あの考え方っていうのを持ってないと、ね、あなたは投資家ですかって言っていいえ、私は株の取引とかしてないんで投資家ではありませんという考え方だと、ね、お金とか時間を、ね、消費してしまうんですよ。 将来の自分の生産能力を向上させることとは何の関係もないお金の使い方とか時間の使い方っていうのをしてしまうんですね。それは極めてまずいということになります。もしね人生っていうのをどんどん良くしていきたいということであればねやっぱりお金は投資していく必要があるし時間は投資していく必要があるんです。 自分の将来の生産能力が向上することに役立つことに大切なお金とか時間っていうのを使っていくということが大事なんですね、まあ、例えばね、まあ、女性にお会いした時にね,ね「今何をされてるんですか?」って言った、えー、聞いて,聞いて、ね、主婦ですって答える方がいるんですよね、まあ、もちろん日本のね、まあ、約4割から5割弱の方っていうのは主婦ですから ねまあ、主婦の人が主婦って答えるのはねまあ当然っていうか当たり前かもしれないんですよねもしくは、ね「あなたは今何をされてるんですか?」って言ったらね「ただの主婦です」っていうふうにね答える方もいるんですよねただのっていうのがちょっと私はよくわからないんですけれども、ね、ただのサラリーマンですとかねただの公務員ですとかねただの主婦ですとかっていうふうに答える方もいるんですよね もしかしたらその方は謙虚でね、そういうふうに言ってるのかもしれないんですけど、そういうことっていうのはね、まあ、やめた方がいいと思います、ね。人生っていうのはね、セルフイメージが100%なんです。これも大事なことでなので繰り返しますけど、人生っていうのはセルフイメージが100%なんです。人生っていうのはセルフイメージが100%なんですね。 短期的にはいろいろありますよで。天気で言ったらね,ねあの晴れの日もあれば雨の日もあったり曇りの日があったりね、風が強い日があったり時には台風が来たりって短期的にはいろんなことが起きますけど10年とかっていう単位で見たらね、間違いなく人生は必然です、ね、間違いなくその人が、ね、10年後はこういったところにね、到達しておきたいな行きたいなと思ったところに行っていますもしそれがね10年前と今で いる環境とかね付き合ってる人とかねやってることが変わってないっていうんだったらそれはねもう目的そのものがなかったっていうことなんですよね、まあ、人生の目的が長生きとね安心安定長生きというのしかなかったっていうことなんですもうその場合はその人の思考が現実化してますから安心安定現状維持 ね、そして一日でも長く生きるというのが、まあ、現実化しているということになるわけですけど、ね、もしね10年後は全然違う環境で全然違う人間関係で全然違う人たちと付き合っていたいということであれば、ね、ちゃんと自分で、ね、その目的地っていうのを設定してその目的が達することができるのにふさわしいセルフイメージっていうのを持つ必要があります。 でそうした時にまに、あ、主婦の人が主婦って答えるのは当たり前なんですけど、ね、でもそれはね、対、ま、外、あ、的にはそれでもいいですけど自分の心の内側ではね、投資家というセルフイメージを持つということがすごく大事ですねわざわざね、投資家ですって人に公言するかどうかは別としても自分としては投資家であるというセルフイメージを心の中で持っておくということは極めて重要なんですね。 その投資家というセルフイメージを持っているとお金の使い方とか時間の使い方っていうのが全く変わってきます、ね、もう少なくても、ね、ただただ、ね、お金が、ね、消費されていくとか時間が、ね、ただただ過ぎ去っていくっていう使い方をするってことがね格段に減っていくということなんですよねで私たちの、ね、人生っていうのは、ね、基本的には、ねまあ、一種のゲームみたいなものなんです ね赤ちゃんとして生まれて100歳まで生きるってなった時に、100年間のゲームを生きてるんですよね。でどんなゲームを生きてるかって言ったら、まあ、赤ちゃんの時は生産能力ゼロですよね。基本的には何も自分で生産することはできないわけです。でその生産能力ゼロの状態から100年後、どれだけ自分の生産能力を向上させることができたかっていう、そういうゲームなんですよ。 しかも一生一回だから真剣勝負のゲームなんですね。ゲームだからね、適当にやっていいっていうことではなくて、一生一回の真剣勝負のゲームなんですよね。そのプロ野球選手がねあの野球っていうのを真剣勝負でやりますよね。野球なんてゲームじゃないですか。ゲームだけど適当にはやらないんですよね。真剣勝負ですよね。サッカー選手がサッカーをやります。サッカーってゲームですよね。ゲームだけれどもね真剣勝負ですよねで。それは私たちの人生も全く 同じなんです、ね。赤ちゃんの時は生まれた時は、ね、生産能力ゼロでした。 でその時に自分たちにはねお金とか時間っていうのがだんだん与えられていってじゃあそのお金とか時間をねどういうふうに投資してきたかと将来の生産能力向上のために現在のお金と時間というのをどういうふうに使っていくかと常にそれを自分たちで決めながら100歳の時点でどこまで自分の生産能力っていうのを高めることができたかっていうそういうゲームなんですよ。 ね、だからそれでこの自分という株価というのをね、どこまで上げていくことができるかという、そういうゲームなんです。私たちの人生というのはね。例えば主婦の方であればね、もちろん、ね、自分自身に投資してるのは当然です。ね、自分の人生ですから。ね 私は投資家ですと私は自分の将来の生産能力を向上させるために自分のお金と時間を投じていますという投資家なんですよね。でも実際はそのね主婦だって答える方っていうのは旦那さんがいらっしゃるわけですよね。ねってことは旦那さんっていうのはねご自身がね、まあ、選んだわけですよね。この人と結婚しようとこの人と一緒に幸せになろうって選んだわけですよね。 つまり無限に存在する銘柄の中からこの人っていう風に自分で選んだわけですよ相手をねその旦那さんという株を買ったわけです、ね、そしたら 今度はね、もちろん自分のために時間とお金を使っていくっていうのは当然ですけれどもでも自分で株というね銘柄を選んだ旦那さんという株を選んだのであれば自分を高めるのと同時に、ね、今度は買った株が、ね、上昇するようにつまり旦那さんの生産能力が向上するように、ね、お金と時間を使っていくというのもまた投資ですよね。 また投資なわけです、ね、夫婦っていうのは2人でね、まあ、チームですから、ね、だから当然ね自分は自分の人生の責任者であり、ね、自分は投資家だから、ね、自分の生産能力が向上するために自分のお金と時間っていうのを使っていくとっていうのは当然ですけどでもやっぱり1人よりも2人の方がね大きな成果が出せるわけですよしかも自分がねこの人と結婚しようとかねこの人と一緒ねいあの 一緒にいようとかねこの人と、ね、幸せになろうということで、まあ、自分の人生をね、まあ、その人に賭けたわけですよね。まあ、旦那さんという株を買ったわけですよ、簡単に言えばねで。もしね、その株がね、買った旦那さんという株がね、もしね、あの下落してるとかね、暴落してるってことであれば、ね、それはもう自分が株を見る目がなかったのか、もしくは相手のために、ね、あの時間とお金っていうのをねうまく投資できなかったのか、もしくはその旦那さん自身が、 ね、あの投資をし,してないつまり自分自身の生産能力が向上するために、ね、時間とお金を使ってないのかって何らかねやっぱ原因があるわけです。で逆に男性の立場から言って例えばね自分がねあの男性であると夫であるとねって言った時にねあの自分という存在をね選んでくれた奥さんをね絶対損させちゃダメですよね。もちろんん短期的にはね仕方がないと思うんですよ やっぱり投資っていうのはリスクがありますからねあの不確実ですからね将来どうなるかっていうのが分からないと、ね、だから短期的にはね例えばね風が吹いたり雨が降ったりね台風に見舞われたりとかっていうことはありますでもたとえ台風が来たっていっても一時的ですよね1年365日の間で、ね、台風が来てる時期と来てない時期で言ったら圧倒的に来てない時期の方が多いわけですよ、ね、台風の被害なんていうのはせいぜい1日2日なわけですよね だからもちろん短期的には台風が来たりすることがあるから、短期的にはね、その自分を選んでくれた、自分という株の銘柄を買ってくれた、ね、ああの相手の女性にね、心配させたり苦労させたりね、まあ、あの経済的お金の面でね、一時的に損をかけるってこともあるかもしれないですけど、しかし10年、20年っていう単位では絶対得させないとダメなんですよ。ね、自分を選んでくれてるわけです,ですから。 相手は自分のの人生っていうのを、ね、かけけててくれてるわけですよねだからやっぱりね旦那さんは旦那さんで当然、ね、自分の生産能力が向上するために、ね、現在持っている、ね、お金と時間というのをやっぱり使っていく必要があるわけですよ。 でそうすると投資っていうのは将来の自分の生産能力が向上するためにお金と時間を投じることなんだから投資し続けてるてる限りり人間良くなる方が当たり前ですよね,ね。将来の生産能力が向上するために常に自分のお金と時間を使ってるわけだからだから自分という存在は良くなり続けてる方が当たり前なんですよ。 1>, ね、1年前の自分よりも今の自分の方が確実に良くなってるはずだし、ね、5年前の自分よりも今の自分の方が確実に良くなってるはずだし10年前の自分よりも今の自分の方が確実に良くなってる方のが当たり前ですよね,ね。ということはどういうことかっていったら人生っていうのは良くなっていく方が当たり前なんですよ。そっちの方が常識なんです。 ね、だってもし投資をしてるならばですよ将来の生産能力が向上するために現在のお金と時間を常に使うというそういう習慣を持ってるならばすなわち投資をしているならばすなわち投資家であるならば人生っていうのは良くなってる方が当たり前なんです。ね もしそれがそうなってないとね、短期的にね、1ヶ月とか2ヶ月とかね、そういう短期的な話は別ですけど、ね、5年、10年、20年という単位で見たときに、もしそのね、当たり前が当たり前におおおなってないとなったら、ね、これは何かがおかしいというふうに気づく必要があります。ね、これ何かがおかしいと、ね。それはもうお金の使い方が時間の使い方の何かがおかしいんですよ。ね、もう消費してしまってるんですよね。 大切なお金を消費してしまってる、将来の生産能力を向上させることに何の関係もない役に立たないお金の使い方をしてたり、ね、将来の生産能力を向上させるのに何の役に立たない時間の使い方をしてしまってるんですよね。でそのことにもし気づいたならば、今日からね、もう一回セルフイメージとして投資家であるとね。 いうセルフイメージを持つ必要があるしお金はね消費ではなくて投資をしようと将来の生産能力を向上させるために使おうとそして時間はね消費じゃなくて、ね、投資をしようと、ね、将来の生産能力を向上させるために時間の使い方を使っていこうと時間っていうものを使っていこうと。 いうふうにもう一回ねそのお金の使い方とか時間の使い方っていうのを変えていく必要がありますもし当たり前が当たり前になってないならば、ね、なので例えばね人生っていうのはね基本的には投資なんですよね自分の将来の生産能力を向上させるためにお金と時間っていうのを常にねあの考えながら使い続けていく投資なんですねでどこまで自分という株価を上げられるかっていう真剣勝負のゲームなんです でそうしたときにね例えば奥さんの立場であったらねまずは自分に投資ですよねまずは自分に投資です自分の生産能力が向上するためにね,ね自分のお金と時間っていうのを使っていくということになるわけですよねそして次は旦那さんへの投資ですよねだって自分が選んだわけだから あの自分がこの人というふうふに選んだわけですよね。この人と結婚するとこの人と、ね、あの一生幸せになると一緒に幸せになると自分の人生っていうのを相手の株にかけてるわけだから旦那さんの生産能力が向上するように、ね、お,金のお金を使ったり時間っていうのを使っていくわけです。 でもし子供っていうのがいるのであればね、もしお子さん,お子さんがいるのであれば、今度はね、将来を担う子供の生産能力が向上するために、お金とか時間っていうのを使っていくということですよね。だから、最大の投資っていうのはね、株の取引じゃなくて教育なんですよ。そういうふうなことを考えるとね。 自分の生産能力を向上させるとか旦那さんの生産能力を向上させるとかお子さんの生産能力を向上させるっていうのに一番直結してるのは教育ですよねだその教育にお金とか時間を使っていくっていうのが一番ね投資対効果が高いということは簡単に分かってくることなんです人っていうのはねこれがね逆転してしまう場合があるんですよ、ね、あの消費に お金とか時間を使って投資にほとんど使わないもしくは自分の人生の状況が厳しくなった時にね消費を減らすんじゃなくて投資を減らしてしまうっていうこともあるんですね一番最初に削ろうとするのは教育費を削ろうとしたりするんですよ逆なんですよね消費を削っていかないといけないんですよ、ね、消費って何ですかって言ったら例えば食べ物を食べるとかねあ消費ですよね 必要だから仕方がないですけれども、将来の生産能力を向上させるということに直結はしてないわけですよ。っ、ね、てなった時に、ね、あのに、ね、例えば今自分の、ね、経済的な状況っていうのがあんまり思わしくないって言った時にに、ね、教育費を削って食費そのままっていうのはね、これはもう考え方が逆転してるわけですよね。逆なんですよ。ね、もう消,費あの消費は最低限と。ね。 いうので、ね、消費をできるだけギリギリの限界まで削って投資だけはし続けるんです。 そういうお金の使い方とか時間の使い方っていうのはし続けるんです。そうすると自分自身の生産能力は向上し続ける方が当たり前だし旦那さんの生産能力は向上し続ける方が当たり前だしお子さんの生産能力は向上し続ける方が当たり前ですよね。そしたら今度は家族というチーム全体の生産能力は向上し続ける方が当たり前だから家族はうまくいく方が当たり前だし、ね、人生っていうのは どどんどん良くくななっていく方が当たり前なんです。ね、それが、ね、常識になっていれば、ね、人生っていうのはセルフイメージが100%ですから、ね、人生っていうのは自分の思い描いた通りなんですよ長期で見れば10年20年っていうので見れば絶対にセルフイメージ通りなんです。 もし10年前も主婦で今も主婦ですっていうんだったらセルフイメージが主婦だったからです。ね、やってることは主婦かもしれないけれども心の内側で投資家であるっていうセルフイメージを持ったならばお金の使い方とか時間の使い方っていうのは全然変わってくるんですね。なので、ね、人生は投資なんだと。ね、自分という存在そして家族という存在その株価っていうのを生きてる間にどこまで上げていくことができるかっていう問題なんですね。 本当に投資をしているならば人生っていうのは良くなっていく方が当たり前です。どん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 良くなっていく方が当たり前です。年齢を重ねるのがどん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 楽しみになってくる方が当たり前なんです。ね、20歳の頃の自分はねあんな未熟だったと。ね、もう恥ずかしいぐらい未熟だったと。でも自分は常に投資をし続けてきたから、ね、10年後の30の時はかなり自分としては成長できてたと。当然20の時より 30の時の方が人生も良くなっていると、ね、だけど40歳の自分から見るともう30の時の自分なんていうのは本当に恥ずかしくてねもうね人間としてまだまだでしたとただ30から40の10年間で自分は投資をしてきたので、ね、30の時に比べると40の自分っていうのはかなり良くなってますと。 相当成長してますと当然人生も30の時よりも40の時の方が確実によくなってます。そういう状態で常に自分は投資をし続けてるんだからね。 50の自分が楽しみで仕方がないですと、今後10年で自分はさらにどこまで良くなれるんだろうと、そしてその良くなった自分はどこまで人生というのをさらに素晴らしいものにできてるんだろうと、もう10年前、10年後の自分が楽しみで仕方がないです、なぜなら私は日々投資をしているからと。 常に自分の将来の生産能力が向上するために自分のお金と時間っていうのを使いそして奥さんとか旦那さんとかもしくは子供とかそういう家族全体の家族全体の生産能力が向上するためにお金と時間っていうのを常に使い続けてるから私たちはどん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 良くなっていきます。どん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 幸せになっていくしどん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 豊かになっていきます。 だから、一日一日も楽しいし、10年後もすごく楽しみですというのが当たり前なんです。ね、それが投資をしているってことなんです。ね、なので、ぜひね、投資家であるというセルフイメージを必ず持ってください。公務員の方も投資家なんです。ね、自分の時間とお金をね、自分の人生に投資している投資家なんです。サラリーマンの方も投資家なんです。 将来の自分の生産能力を向上させるために自分のお金と時間を使っているという投資家なんですもちろん主婦の方も投資家なんですね自分自身を向上させるために自分のお金と時間を使いそして自分の目で選んでこの人っていうふうに選んだんだから旦那さんをねでその株が上昇するために、ね、あ旦那さんの株が上昇するためにお金と時間を使っていくんですよ ね、そして子供がね将来を担う子供がいるって言うんだったら子供の将来のためにお金と時間を使っていて家族全体チーム組織としての生産能力を上げていくんですそしたらね良くなっていく方が当たり前なんですそれが人生がどんどん楽しみになるってことなんですね投資をし続ける限り時間がどんどん味方になりますね投資をし続ける限り時間っていうのが味方になってくれます 1>, ね、1日2日3日1週間、ね、3週間3ヶ月と、ね、どん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 良くなっていくわけですよね。自分たちがどんどん良くなっていけば、ね、受け取ることができる結果っていうのも必ず良くなっていきますから当然人生っってていいいううのも良くなっていくなということこですよねそうすると投資をし続ける限りありとあらゆる豊かさというのを受け取れる日がやってきてるというお話です。 はい。今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。